印刷会社を呼ぶ必要性がない。入り口からアウトまで全てさ、仕組みがそこにある。お客様のマーケティングプロダクションみたいな、これはやっぱ将来世の中変わると。リースクープがですね、皆さんのビジネスの中で頼れるパートナーといいライバルというモデルになるように、屈託のないストレートな意見を出し合っていい議論を常にできるような組織になってくれればと思います。リースクープ。印刷会社を呼ぶ必要性がない。入り口からアウトまで全てさ、仕組みがそこにある。お客様のマーケティングプロダクションみたいな、これはやっぱ将来世の中変わると。我々デジタル印刷のサービスプロバイダー PSP というのは、デジタル PSP というのは求められている運用に従って必要な時に適切な形で、必ず我々印刷サービスと連携することが可能ですっていう、印刷会社を呼ぶ必要性がない仕組みがそこにあると。やはりその県別ですとか店舗別とか客層別っていうニーズがやっぱどんどん高まってきている。でもう一つは、誰がどの立場立ち位置で紙媒体を活用しようとしても、今までは結局印刷会社と話をしなきゃいけなかった。印刷会社を呼んで見積もりを取って下販をして考慮をして印刷物っていう流れはやっぱ変わらなかった。企業の中の、まあ、例えば広報さんですとかマーケティング、例えば営業統括本部みたいなところですと、それを支援するためにはやっぱ今までの印刷運用だと限界があるんですよね。そこはもう IT で連動させるという、 IT なら逆に連動できる。実際の具体例としてはですね、やはりその販売現場と本部をつなげる、本部の方々が準備をしたコンテンツや基本の方針というものをウェブ上でやっぱテンプレートとして公開をできると。でそのテンプレートの中で各店舗さんが自由自在にコンプライアンスを維持しながら実行できるっていうところが、やっぱ Web2 プリントの非常に重要なサービスになっていますと。お客様からご発注いただいた印刷データは自動的に面付けされて、こちらのプリンターに送信されます。このデジタルプレスはインクの粒子が細かいため、高精細なプリントが可能です。プリントされた印刷物は、ソフトに製本加工され、お客様のもとに単納機でお届けいたします。ジョブチケットと PDF と、まあ、その他正確な情報が、オペレーターと機械に流れていけば、あとはもう機械が自動的に、やってくれる。これがやはり最新の技術でより早く、より大きく、よりきれいにということになってくれば、デジタル印刷ビジネス、まあ、PSP、Web2 プリントというサービスがお客様に貢献できる度合いというのはどんどん高まってくる。印刷という専門用語が分からなくても、直感的、感覚的にですね、あ、これなら大丈夫だというご信頼をいただけるようになれば、この産業はまだまだ発展ができると思います。FIS プロダクションセンターはお客様のビジネスを支えるために 100% デジタルでもっともっと追求していきます。